song for those who wait, for those who can celebrate, those who always know the way, those who would never. はい、おはようございます。 J カズです。ですね、こちらは鹿沼市の花木センターにやってきました。隣の駐車場でですね、骨董市&フリーマーケットやってるというのでやってきました。今左の方に見えているあっちの方ですね、あそこの駐車場です。8時からということで、今7時まだ過ぎなので準備してると思うんですけど、上りが立ってますね。なんとか、天気も持ちそうなので行ってみたいと思います。ここまでは、リーバスというものに乗って鹿沼駅からこの花木センターで降りて、やってきました。これは運転免許センター線というもので、実際にはこれ3本しかこの先書いてないですけれども、花木センター止まりの時間帯もあるのでもうちょっと本数は多いと思います。151リーバスのリーって何ですかね。ちなみに今日はですね、宇都宮のみの市もあるので、2つはしごなんですけれども、なので泊まりで昨日来たんですが、この花木センターもとても素晴らしい場所ですね。たくさんの植物とか植木、盆栽とか、あと石とか木とか、あと植物関係の、備品とか、そういうものをたくさん売っています。結構たくさんの車が止まってますね。バッテリーがいいね。あっあ、雨でもほんでやってみたな。雨でも一応パラパラってやったんですよね。あ、そう。この間はね、雨でも一応やんだったよね。あれやんだかなと思って。それぐらいやるわけですよ。短かったな。70%なんだよね。70% なんて書いてあったね。そうなんだ、今日もあんまり暑いから来ないんだね。エアコンより届かない金額だと思うんですけどね。
あ、最近は動画も撮れるんですよ。あ、どうも、いつもお世話になります。どうですか、奥さん、それ。めっちゃ重いのこれ。え？ 2 キロぐらいありそうなんだけど。これもまた重いな。はい、これは両方から来るんですよね、うんうんうん、逆ネジに切ってやってて、ああ逆ネジ、ね、なるほどなるほど、はい、ちょっと手間かかってるんですね。手作りかもしれないですね、モーターで。あ、すっげー、長いのがなかなかね、石はだいたい丸くなるのがなかなか入ってくる。お願いします。小銭担当。小銭担当。1300円買ってもらって命拾いします。これだけで。石はなんか意識して見つけたらダメだな。これ2番目開けるんだったら濡れに鹿沼花木センターの駐車場での骨董市フリマ、とてもなんというか穏やかな感じでした。なんていうかあんまり気張ってない感じがあって、でも店舗数は今日はかなり多いですね。先月は雨だったみたいなので、あんまりっていうかダメだったみたいですけども、ハスの花が咲いてますね。もし来るのであれば車ですね。ここはち
ょっと私はバスで来ましたんで、かなり時間の制限があったので、もう9時過ぎなんですけれども、これから宇都宮の美濃市に行くので、これで引き上げます。ではでは。はい、では今回の買ったもの紹介です。まず一つ目がホラガイですね。あの吹いて音を出すものですけれども、黒色のこの吹き口と貝の接続方法がまあ気になったので、それで買ったっていう感じなんですけれども、まあ実際ホラガイあまり見たことなかったので、ホラガイっていうかこの状態のもの、本来はその口が今吹き口がついている方が尖っているので、の貝を先端を切って、でパテとかでも固定できるんですかね、あのエポキシのやつですね。まあ実際はなんか石膏とかの方が本筋なんですかね、ちょっとあんま詳しいことはわからないんですけれども、この吹き口は木製のようですね。黒いところは何を塗ってるんですかね。大きさはこれ15センチぐらいです。あの黒い吹き口のところも合わせて、でちょっと練習をしてみました。あのちょっと洗って、拭いてみたところと、何回かこうあの YouTube とかでも拭き方とか見てやってみたんですけど、唇の振動を何て言うんですかね、このブブブブってこう唇を振動させて、その音を増幅させるような感じのようですね。で低音も出るし高音も出るっていうことで練習の動画を見たんですけども、まあ難しいですね。一応ちょっとなんか音は出るようになりました。ちょっとお見苦しいんですけど、少し吹いてみますか。こんな感じです。ちょっとなんか汚い感じですけど、音が漏れないようにするのが難しいですね。その音を安定させて吹くのが非常に難しい。同じ音程と同じ音量、まあ、でもうまく出せるようになればホイッスルとかと引けを取らないぐらい大きな音になるのではないかなと思います。はい、お次は、こちら火打ち石と火打ち金。左側にあるのが石なんですけれども、これが目のの石ということで、硬度が高い、まあ、硬い石っていうことですね。で火打ち金の方は、これは持ち手が木でついてて、左側のところに縦に長くついてるのが金属なんですけれども、文字がちょっともうかなりすり減ってるので分かりづらいですが、登録商標吉井本家受け合いと書いてあります。とても有名なところですね。これいつぐらいのものなのかちょっと分からないですけれども、江戸時代ではよく使われていたものですね。でこれはまあアウトドアとかでもよくありますけれども、ファイヤースターターっていうんですかね、ちょっとあの名前分かんないですけど、火花を起こすやつですね。でこれもそうで、火打ち金の金属の部分は硬い鉄、まあ、鋼ですね。でそれをさらに硬い尖った石で削って、その摩擦で切りくず、金属の方の切りくずがあの高温になって火花になるっていう、そういう仕組みのようです。でまあ、あの柔らかい鉄だとこれがうまくいかないので、鋼がいいっていうことで、なんていうか高級品って言えばそういうものだと思います。江戸時代では割ともう庶民で広がっていたというふうには見ましたが、で金属もあの切りくずができないとこれ火花がつかないので、平面になってしまっているよりは角になってた方が、切りくずができやすくてつきやすい。なんで、まあ、この今この映ってるこの感じのように、鋼の削り具合に癖がありますね。ちょっとこれ火つけてみたんですけれども、 火っていうか火花を起こしてみたんですけど、当てる時にこう持ってこう当てるわけですけども、当てる視点がこっちの方にあるわけですね。なんでこう当てたりで、こっちがなんかここはあの平らになってきたらひっくり返してこうやったりとか、まあそういう癖がついてますね。でやってみたところ、その、まあこれは右利きの人だと思います。ちょっとやってみましょうか。ちょっと下が布なんで怖いんですけども、こういう場所ではしないようにお願いします。なんかこう当てるっていうよりはこうですね。なるべくここの金属の長い部分を活用してやった方がいいようです。
と、まあこういう感じで、石も削れれば金属の方も削れるみたいな。で実際にはこれだけでは 火を起こすことはできないので、細かい、火種を移すもの、それからそれをさらに炎にするものっていう、そういうセットがあるみたいですね。なかなか面白いです。ちなみに金属は鋼でいいっていうことなんで、がいいっていうことなんで、カッターでやってみたらカッターでもできましたね。まあちょっとやりづらいですけど。はい、ということで今回は栃木県鹿沼市の花木センター、その駐車場での骨董市とフリーマーケットに行ってきました。バスに乗るときに私がですね、花木、花に木って書いて花木って読むんですけど、花木センター、花木センターって言ってたので、バスの運転手さんと行き先で全く話が噛み合わなかったのがなんかちょっと思い出になってしまいました。花木です。今回もご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。バイバイ。